はい、こんにちは、トライトです。はい、今日久しぶりにね、2人でボールを蹴ってサッカー動画を、はい、早速撮りました。で、今シリーズは、うん、キーパーシリーズでね、そうだね、行こうかなと思ってます。とりあえずシリーズ化をして行こうかなというので、もう本当に基本中の基本のキャッチングのところをまず重点的に、うん、でちょっと長いスパンでシリーズ化していこうかなと思ってます。まずはキャッチの基本というところで ね、ポジショニングとキャッチングと、うん、だいたい、そのぐらいに分けて、まあ、行こうかなというところです。で、まあおまけでね、シュート動画を、たくさん撮っていますので、まあ、そのシュート動画もそのうち上がるかなと。まあ、キーパー練習なんだけども、まあ、そのね、キーパー練習中に起こってる、まあ、いろんなハプニング動画ね。そうですね、あるけど、まあ、久しぶりに蹴って、私も引退してかれこれね、やっぱ17、8年ぐらい経ちますが、うん、まあ、引退してか、なんかね、ますます威力が増してる感じはあるよね、今、ね、今時期。ますますそうですよ、うん。まあ、大体ほら、ボールを受けてるものとしてみれば、うん、ね、衰えを全然感じさせないなと、うん、むしろ負荷が上がってるじゃねえかよ、上がってるんじゃないかぐらいのね。かといってだから、こっちのさ、受け手の体力が落ちてさ、ボールが重くなったっていうことも、うん、でもないわけで、まあ、まあね、そういうのもないかもしれないね、うん、ねえ、なんだかんだ定期的には蹴ってるから、うん、そう、うん、だ、昔の方がだって肉はついてなかったんだよ、うん、俺は今の方がついてるから、うん、弾く力はあるはず、ね、あるはずなのに、うん、今日もさ、ね、1本目だっけ、そう、1本目のアップの時にね、右腕を持ってかれたからね止めた瞬間に右腕が持ってかれたんだけど、ボールがさ、そこで滞留してたからね、空中で止まってるの、おかしくないですか、ボールが止まってんでしょ空中で弾いたらボールってどっか行くもんじゃん、うん、行かないでさくっついたままボールが滞留してたからねあれがもうすごい、あの一瞬がすごい長い時間に感じたから、うん、ふわーって、ね、で持ってかれたでしょ、うん、案の定ね、こう、もうあれですわ、ね、肘がね、負傷したからね、うんうん、逆にこう反ったのね。ね、今日ショートで上げた動画もね、だいたい27、8メーターぐらいの距離かなと思うんだけど、うん、まあ、フリーキック想定してね、うん、まあ、普通にシュートっていうので、まあ、壁とか関係なしに蹴ってるから、それは強いシュートなんだけど、あ、まあ、結構ね、まあ、軽めにいつも通り蹴って、うんうん、まあ、面白かったね、あれはあれで、ミートさせただけっていうね、うん、あの距離から1本でしか蹴ってないからね、うんうん、クロスバーが、とりあえず蹴ってみるかって言ってね蹴った1本があれだからね、あれはの動画ね、もうアップされてるけど、まあ、触ってんすよ、結構しっかり触ってたよね、あれね、うんうん、手のひらから上はもうしっかり4本の指では触ってんの、触ってるんだけど、もう弾道が全然変わんなかった、ね、変わってないね、うんうん、だ、物理学的に知りたいわ、どうやったらああいうボールってさ、どだってね、うん、障害に当たってんのにさ、そう、威力落ちず、 落ちないそのままいってんだもん、いや、あれは痛く、今痛いよねいつもそうなんだけどね、痛いんすよ、うん、うん、まあ、これはあれだよね、うん、動画やっぱりね、今回もいろいろ試して、このスピードがどうやったら伝わるかなっていうのをいろいろ試してるけど、うん、やっぱりちょっと劣るけど、うん、劣るけど、まあ、実際に触ってる人の感想とか、そういうのをね、見たりとかしてもらうといいかなって、うん、まあ、この前後輩もなんか言ってたけど、うん、やっぱりこの俺の目は間違ってなかったんですねとかってやっぱえげつないシュートっていう、そのサッカーをやってる人っていうのをあまり知らないから、うん、どの程度すごいあれなのか全然知らないですけどって、あ、そういう、ね、でもそれを唯一サッカーで結構ね、うん、かなりやり込んでた人が、で、打つシュートの中でも本当にトップクラスなんだなっていうのを改めて感じたっていう、言ってた、うん、まあ、だからに、あれだよな、日本人のシュートじゃないよね、あれはね、シュート練習だよ、俺キーパーの身としてみればさ、まあ、徐々に説明していきますけどね、いろいろ動画もこれからちょっとずつ作っていくけどね、うん、まあ、キーパー路線は今まであんまり言ってなかったけどね、まあ、キーパーとしてみればさ、
シュート練習で痛いっていうことがそもそもそういう考えに至らなくてさ、うん、それがところがね、うん、こうやってこう2人でやってるうちにシュート練習が痛くてさそう触りたくないっていうね、まあ、大体俺の周りのやつみんな言うよね、キーパーやってて触りたくな い, い、うん、あーキーパーやってるやつでも言うでしょ、やっぱ言うよな、そうだからこれ触ったらまずいなっていうもうスピードと威力のわかるんだよ、うん、今日もあったでしょ、何本か、ね、2、3本俺避けたからね、うん、これダメ、そうそうただ単にその動いてないっていうだけじゃなくて本当に動けないのとあるそれもあるし触れないっていう、もうこの角度でこの手を入れたらダメ、いくなっていうのがもうある、うん、うん、突き指とかじゃ済まないから、うん、指曲がってるからね俺1回ね、うん、こっちがねそうねこれ2012持ってかれたやつ12年か13年かでやってるからね、うんうんね、あるよねそういうのが、うん、いやだからそれはちょっとそのシュートの威力、まあ、今後ちょっと機材をいろいろ導入してさ、ちょっといろいろとね、あの立証していかないといけないしていかないとね、うん、そう大変だよこれ。基本的にはさ、もうあの軽く蹴ってて、まあ、あの受けてる方は分かると思うけど、うんね、軽く蹴ってあの弾けるボールと弾けないボールを蹴り分けられるし、うん、もう重いボール蹴った時にはね、うん、えげつないもんね本当にあれだもんな、まあ、息ができないという、うん、まあ それよりも痛いんだよね、破壊力があるんだよね、うん、はそうどっかしらおかしくしちゃうんだよ、まあそうだね、うん、うん、まあぜひ動画でそういうの宣伝をね、あの確認してもらえたらなと思いますので、うん、ぜひ、まあ、まずとりあえずはキーパーシリーズ上げていきます、はい、はいどうも。